こんにちは、青22号です。タミヤの24分の1日産フェアレディ Z240ZG の製作の続きです。今回は前回から続くエンジン部分の製作の後編となります。まずはエンジンに取り付ける細々としたパーツの塗装を終わらせていきます。塗り分けは説明書通りに塗り分けていきます。以前説明したように、このキットは塗り分けやすいようにパーツ分割が多くなっていますが、それでもまだまだいくつかのパーツはマスキングして塗り分ける必要があります。それらを一つ一つマスキングしてヘアブラシで塗装していきます。もちろんここはマスキングせずに筆塗りをしていくという選択肢もありますが、マスキングしてヘアブラシで塗った方が仕上がりをスッキリとさせることができます。作業効率を上げるために複数の同じ色で塗るパーツはできるだけ同時に塗っていきたいところですが、なかなかそうもいかないのも現実です。結局このあたりはコツコツと一つ一つ塗っていくしかないようです。もっともさすがに全てのパーツをエアブラシで塗るというのも効率が悪すぎるので、場所によっては筆塗りをせざるを得ないところはあるものです。どの部分をエアブラシで塗ってどの部分を筆で塗るのかという判断はキットの状態やその人のスキルレベルなどによっても変わってくるので、一概には決まらないものです。しかしこれは人によってそういった判断の違いが生まれるからこそ、出来上がった作品に個性が出てくると言えるのかもしれません。塗装が終わったパーツは順次エンジン本体に接着していきます。あまりたくさんのパーツを貯めてから接着しようとすると、接着作業をするまでの間にパーツをなくしてしまうこともありえます。とても小さいパーツの場合だと丁寧に保管していたつもりでも、気がつくとゴミと間違えて捨てていたなどというのはよくある話です。今日の自分は注意していても、明日の自分は注意しているとは限らないのです。昨日の自分と今日の自分と明日の自分は3人とも違う人間だというぐらいでいた方が、そういったミスは少なくなるのかもしれません。ラジエーターのファンについては、全体を白で塗った後、中心部をメタリックグレーで塗っていくことになりますが、円の形にマスキングするために、今回は配給パーツの円形マスキングシールを使っています。これはあらかじめ円形にカットしてあるマスキングシールで、大小様々な大きさが用意されているので、使う場所に合った大きさのものを選んで使います。自分でマスキングテープを円形にカットしてもいいのですが、円のテンプレートを使ってデザインナイフでカットすると、デザインナイフの刃がほとんど使い捨てになるという問題があります。テンプレートに刃先が擦れて刃がすぐに使えなくなってしまうのです。また綺麗な円にカットするのも意外と難しいものです。その点円形マスキングシールを使えば、工場でカットされた綺麗な円形になっているのでとても便利です。コストのことを考えても1シートは約200円程度で、円のサイズにもよりますが、一つの円につきざっくりと1円以下のコストになり、デザインナイフの刃のコストなどと比べるとほとんど変わらないと言っていいと思います。続いてメタルインレットを貼っていきます。必要なインレットマークの周囲ギリギリのところで透明シールをカットしていきます。説明書では下の台紙ごとカットすることになっていますが、台紙ごとだと結構な厚みになるので、表面の透明シールの層だけをカットして、台紙は残したままにしても大丈夫です。カットしたら透明シールをピンセットで掴んで所定の位置に配置します。いきなり表面に定着させるのではなく、配置した後も位置の微調整を繰り返します。こういったメタルインレットを正確に思い通りの位置に配置するのは意外に難しいものです。位置が決まったら、ここで初めて竹口の先などで押し付けていきます。押し付ける時もその押し付けで位置がずれないように注意します。しっかりと押し付けたら透明のシールを剥がします。貼ったメタルインレットが剥がれないように、垂直に引っ張るのではなく、なるべく水平に引っ張るようにします。ヘアブラシで塗装しきれなかったところは筆塗りをしていきます。ほんのわずかな部分を色差しするだけなので、紙をパレット代わりにして塗っていきます。使っている塗料はタミヤのエナメル塗料で、
ラッカー系などよりも塗料の伸びがいいので筆塗りに適していると言えます。ラッカー系の塗料で塗ったところの上から塗っているので、万が一はみ出してもエナメル溶剤で拭き取れるというのもありますが、残念ながら今回それは期待しない方がいいようです。ラッカー系であってもメタリック系の塗料はエナメル溶剤で多少拭き取られてしまうことがあるからです。なので溶剤で拭き取るのはいざという時の最終手段というぐらいに考えておいた方がいいでしょう。塗装は面相筆を使って塗っていきます。はみ出さずに塗るコツは、樽を知るというのが一つのキーワードとなります。色を少しずつのせていって、あともう少しで完璧になるというところの少し手前でやめるようにするとちょうど良くなることが多いようです。完璧を求めてギリギリの際まで塗ろうとすると、杉樽は及ばざるが如しとなることが多くなるものです。エンジン周りのデカールを貼っていきます。最初に台紙の上で余分なニス部分をカットしておきます。台紙はニス部分のカットとは別に改めて一回り大きめにカットしていきます。ニス部分と台紙を同時にカットするとデカールを台紙から剥がしにくくなるためです。台紙から切り離したら一瞬だけお湯につけて、しばらく指の上に乗せながらデカールを台紙からずらしていきます。それを所定の位置に移動して筆を使ってデカールを押さえつけて余分な水分を押し出していきます。最後にゴムホースのバンド部分を仕上げていきます。まずは長谷川のミラーフィニッシュをバンドの幅に細く切ったものを貼っていきます。竹串を使ってしっかりと表面に密着させます。ここはシルバーを塗装してもいいのですが、ミラーフィニッシュだと細いところをシャープに再現できる上に、塗装するよりも断然メッキ感のある表現ができます。長めに切ったものを貼って、余分は現地でカットします。バンドの留め金となる出っ張っているところの手前でカットします。出っ張っている部分はミラーフィニッシュではなく別の方法で再現します。ミラーフィニッシュと同じくらいのメッキ感を表現したいので、ガンダムマーカーのメッキシルバーを使います。マーカーの中の塗料を塗料皿に少量を出して面相筆で塗っていきます。とても小さいところなので、マーカーのペン先では太すぎるためです。クレオスからはメッキシルバーネクストという瓶入れのメッキ塗料もありますが、筆で塗るには少々シャバシャバすぎるようです。その点マーカーの塗料はマーカーで塗るようなだけあって、筆塗りにちょうどいい粘度を持っています。というわけでエンジン部分は以上で完成となります。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。